青さん、青さん、青さん。はい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 。あ、おだす。おだす。おだすおだす。じゃあちょっと今日もよろしくお願いします。っていうのは YouTube ってこと？そうですそうです。お願いします。このカメラは YouTube ですね。いす、はい、じゃあちょっと前回に続いて、うん、ボッチザロックのオープニングテーマでしたっけ。あ、はい、あのギター教えてもらったやつ続きをちょっと今日もやりたいんですけど。あ、いけんのも？いや、あの3日しか経ってないんで全然練習はできてないんですけど。まあ今日もギター持ってきたんで。いやでも難しいよなあれな。え、めちゃめちゃめちゃ難しいですよあれ。あんま難しくなりすぎるとちょっと挫折の原因にもなるから。いや、まさに僕今そうですよ。もう挫折しかかってますよね。それ良くないな。あの弾けない楽しくない、弾けない楽しくないみたいな。だからみんなが知ってて、はい、すごい簡単な曲があるわけよ、1曲。あ、なんすかなんすかなんすか。これやるか。やっちゃうんすか今日。小さな声の歌やるか。あ、出た。2023年にいいっすね。やりますかちょっとね。でもテンポ早くないですかあれ。なんかサビやるか。サビやったらさ、そのブリッジミュートっていうのないねん、はいはい、あ、割と簡単にいける。簡単、まあ普通にこうジャガジャガ弾けるから。はいはいはい。サビをちょっとまあ早かったらテンポ落としてもいいし。なるほどなるほど。じゃあちょっとそれでギターの楽しさっていうのを。そうやな、ちょっと僕曲弾けるとまた楽しいやん。そうっすね、うん、なんとかちょっとやっぱなんか曲を弾けるようになりたいんで。そうやな。じゃあそのやりますか。モンパチやりましょう。モンパチやりますか。お願いします。ういっす。じゃあ真帆さん、そのモンパチ。あ、モンパチ一回弾いてみる。お願いします。じゃあめっちゃシンプルよ本当に。はいはいはい。なんかこの前のやつよりは全然全然ずっとパーコードやから。はいはいはい。ルート音と5度の音のみ。はいはいはい。一回ちょっと弾いてみる。パワーコード、そのパワーコードっていうのはなんとなく分かってはいるんですけど、もう一回見せてもらっていいですか。これ一番上の弦は弾いてないんですよね。あ、この上3つはミュートしてんねん俺小指で。で結構な小指こう押さえる人多いねん。はいはい。なんか分かれんねん、高波か、はい、高波。はいはい。でこの6弦は先っちょちょっと触れて、はいはい、ミュートして。あ、そこはミュート。それで全部こうガシガシ弾くみたいな。ああ、ガシガシ前回もありましたね。勢いで弾くやつ。そうそうそう、勢いで弾く。はいはいはい。それだけですか。パワーコードは弾けんじゃん。なんか前弾いてなかったっけパワーコード。わかんないです。あの初回のやつあれ弾いてないか。ちょっと一回やってみますね。あの、はい、じゃあちょっと一回弾いてもらっていいかな。はい。返事はいいけど、はい、じゃあ、はい、7、うん、5弦の7フレット。おおおお、いいよいいよいいよ、ちょっと続けてみて。いいよいいよ、行こう行こう行こう。あ、いいよ、行こう行こう行こう。はい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 、なるほどね。ただもうミュートと、はい、あとフレットもちょっと覚えれてないんちゃう。フレット難しいやろ。あの迷子になります、うん、本当にあの7って言われても分からないのパッて。そうなんですね、この黒いぼっちしかないんで。ああ、なるほどね。その辺、あ、右手のあとあれやな、はい、ストロークみたいなもん。確かに難しいですね。書くか。書きましょう。ちょっと書いてみます。すいません、じゃあ今ホワイトボードを書いてもらってます。一応ね、丁寧ですね、ありがとうございます。はい、これストロークやねんけど、フレットはもう数字でいっか。数、あ、そうですね、なんか数字の方がむしろなんか分かりやすいですね。これ6弦な。これ下に行きますよ。これ6弦、うん、分かりやすいですね。はいはい、はい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 。でストロークがテンテテンテテテテンテテンテテテやから、はいはい、これ全部フルで弾いたら、そうですね、でで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 5弦じゃないですか。5弦がメインで、その下がってるのが6。6弦。オッケーです、オッケーです。これでいってみますか、じゃあ。これは分かりやすい。じゃあちょっとこれ見ながらいきます。あ、ありがとうございます。それ見ながら。
どうしたどうしたどうした、ちょっと待って、7さえ分かればいけんじゃん、7さえ分かればな、3、4、5、6、7、5弦、あ、そうそうそう、いいね、それで、あ、いいよ、いいんじゃない、いいですか、でストロークはデンデデンデデデ、むずいか、お、お、いいね、いいね、お、お、お、いいっす、いいな、できてる、え、ちょっと忘れちゃった、できんね、オルタネイト、あ、惜しい、あ、いいね、いいね、いいね、そうそうそう、あれ、デンデデンデンデデン、あ、わかった、アップ、あ、そう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 、お、開花してる、急成長してる、いきますね、さすがドラマ、ドラマ、あ、いいねいいね、おお、お、いけんじゃないですかこれ、いけるいける、頑張れ頑張れ、おお、いったんじゃないこれ、あ、いいんじゃない、聞きました、あ、小さな声だったらクリアしたな、はい、はい、できましたね、じゃあその調子で、ちょっとドラムと合わせませんか、サビだけやりたいですね、あ、俺がドラム叩くってこと、あ、そうそうそう、あ、そう、今日まこさんにあのプレゼントあるんですよ、 あ、マジでプレゼント、え、プレゼント、あの、何何、おさ、スティック持ってきましたよ、あ、ドラムスティック、なんか、あ、欲しかったよ、俺、なんか欲しい欲しい、すごい言ってましたよ、ね、あ、いいよ、ありがとう、あ、マジで、なんかこれドラムに目覚めろっていうことやな、これはなんか前からすごい言ってませんでした、なんかひろきスティックないないみたいな、欲しかったよ、いや YouTube でも使えるしな、これショートとかでさ、あ、ショートでぜひ使ってくださいですね、そうそう、ドラマーの役できるやんこれで確かにあ、いいね、あ、いいっすね、あ、ちなみにさ、小さな声の歌の何やったっけ、サビって8ビートやな、まあ 8、 8でやるとちょっと、まあ、早すぎるんで、サクッとちょっと一回叩いてみて、分かる、覚えてる、小さな声の歌のサビ、あれですよ、もう本当、サビ、うん、あれですよ、ドッタンドドタンですよ、この、あ、8ビート、あ、違う、8じゃないか、まあそうです、8ではないんですけど、まあ、このドッタンドドタン、あー、なるほどね、シブね、これでサビいきます、まこさんにちょっと一回やってみますか、ちょっと一回こっちでやるってこと、前俺がやったやつを、ライドでやるってことだよね、そうですそうです、ハイハットじゃなくて今日は、ね、まさ、あの、そんなエモい叩き方しなくていいんだあのワンワンなっちゃうんで、あの、このこれこそ上のこのチンになるとこでカップじゃなくて、あの、まあ、チン、あ、チンがこっちで、こっちはカンカン。なんか今 YouTube NG から。チンチンこっち。え、ここ？あ、そうですね。あ、なるほど。こんな感じ。そうです。いや、それ、まあまあまあいいんじゃない。まあそれに合わせてダー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 ってやればいいんですよね。ギターね。じゃあやってみる。やってみましょう。そう。ちなみにこれあのいつものオチのやつじゃないですよね、ちゃんとやるやつですよね、ちゃんとやるよこれ、いや、でもそんなオチみたいなのやったことないあれあれ、あ、ちゃんとやります、ちゃんとやります、いつもちゃんとやってます、ちゃんとちゃんと、あ、そうか、じゃあこれちゃんとやりましょう、うん、前回も言ったけどさ、はい、物一緒って思うやん、はい、よく見て、ちょっとちゃうねた、なんかポケット、ポケット全然ちゃうな、違いますね、サイズが、まあ、それもなんかすごい下手ってるし、作りがしっかりしてますよ、孫さんの方が、これ多分最新よ、あ、これ、え、いつ買いました、これほんまにでも2ヶ月前ぐらい、僕、まあ2年前ぐらいです、これリニューアル、じゃバージョンアップしてますね、帰りますか、帰りましょう。いいっす。